皆さんこんばんは。アニソン界のおしゃべりエクソメガネこと大石正義です。さあ始まりました。ヤングタウン火曜日51回目の放送。メールが来ております。じゃりネームあやちゃん。大石さんこんばんは。こんばんは。え18日に ご親戚の漢字の大石正義さんが出演された極楽フェスに参加しました。そうなの。ややこしいね。<laughs> もうあの、この音声で聞いてたら何が何だかよくわかれん感じですけども。アニソンシンガーでやってる時はカタカナの大石正義さんね。で、まあその親戚でシンガーソングライターやってるのが弾き語りでね、アコスティックギター一本でステージに立ってるのが漢字の大石正義さんということで、まああの、使い分けているというか。 そういうい設定にしてるんですけども <laughs>、えーえー、台風の影響で不安定なあ天候の中での開催でしたがとても思い出深い、えー、ライブになりましたありがとうございます、えー、漢字の大石さんが「ただいま」という曲を歌っている最中に強く降り出した雨この「ただいま」っていう曲は「四ちゃんテレビ」のエンディング曲になってる「ただいま」という曲ですね。えー、会場のの中はお風呂のような熱気 響き渡る激しい雨音、それと大石さんのギターと歌声が一つになってあの時の空気感はとても素敵なものでしたありがとうございます演奏を止め無事にみんなが帰れるか心配してポルシェで送ってくださると言っていましたが砂利どもは、えー、頑張って笑ってしまうぐらい真っ暗な会場を歩き駅までずぶネれになりながらたど、えー、り着ききちんと「ただいまできました」「かかったたでです。大大石さんの帰り道大丈夫でしたか次回はぜひポルシェで、えー、送ってくださいね」 ことなんですけども僕もあの帰り道全然大丈夫でしたね、まあ、ちょっとね雨が強い、えー、かったのであと極楽フェスっていうのが東京の八王子の,あのキャンプ場といいますかちょっと山奥の方であの川がこう流れているふもとみたいなところであのライブしたりとかあとそのバーベキューしたりとかあと最近流行りのテントサウナねして。 えー、みんなでこう自然と一緒に音楽を楽しもうっていう、まあ、非常にこうチルな時間が流れる「しかめ面をするな徳もさん」「<laughs> チル」っていう今時の言葉使った途端にしかめ面をするいやいや背中と首をかくな <laughs> ほんまにねえ。 そそのチルな時間を過ごそうっていうい、まあね、よくあ,のあるフェスといいますかそんな感じだったんですけどもあいにくのね18日がその台風が、えー、と九州の手前ぐらいの時だったかな鹿児島のねで関東の方も少し雨が降ってたりしたので、まあ、皆さんこう天気の方も心配しながらっていう感じだったんですけどもでもまあ蓋を開けてみればその天気の方も、まあ、なんとかなってで会場もライブ会場も 屋内だったんですよそのまあ屋内のホールみたいなところがあってそこを貸し切ってライブ会場で歌を歌わさせていただいたんですけどもそのなんせ台風が来てるさなかだったんでもう何て言うんですか湿度があの湿度計見たら 100%!? 信じられない感じの蒸気の中で蒸気と熱気の中でライブをさせていただいたんですがもうまさにもう。 そのライブ会場がサウナ状態になっててで僕もそうだったんですけどもう共演者みんなあの結構整っちゃってて <laughs> ライブが僕もなんかポワポワしてたんですよ <laughs> なんか普段とやっぱ違うじゃないですかライブのね雰囲気とかも違いますしそのフェスっていうねこう開放感のある感じもあ相まって。 ででその蒸気気と熱気でしょだからもうすっかり整っちゃっててあのまあわざとなのもあるしあとこれちょっと演奏しきれないなっていうのがあったりとかしてあと曲を1曲セットリストから外したりとかなんかそういうのが実はライブ中にあったりしたんですけどもちょっとした、まあ、アクシデントというかフェスならではな感じでもあの。僕の一個前が あのー、人気バンドキートークのねあのー、巨匠でおなじみの寺中君だったんですけども寺中君なんてもうかなり整っちゃっててあのー、出るや否いいやライブ会場に出るや否いいや急に「あのチャゲヤスのセイエス」のカラオケ流し始めて、うん、アスカさんのモノマネをフルコーラスやるっていう <laughs> 整ってる <laughs> 整ってんなーって。 ねえもう整ってるって何でもありなんかっていう感じですけどでももう歌が上手いからねそういうのが成立しちゃうような感じだったんですがでもね皆さん無事に帰れてよかったなというふうに思います。えー、まあ、こうやってな悪天候の中でもこう、ね、運営側は、えーえー、開催するかしないかみたいな瀬戸際で結構迷ったりとかすると思うんですけども。あのー 場所によってはね例えば「稲妻ロックフェス」の3日目が中止になったりとかっていうのであのー、すごい残念だったなというふうに思ったりもしますし逆にこうあのー、開催してる場所もあったりとかしてなんかいろいろなねあの主催者側のこうやり取りみたいなのを見ると結構やっぱねねもやもすやするものあもありますよ、ね、まよ、あ、でもそうやってこう台風っていうのは自然の大きなね ものなんでうちの実家の愛媛とかは大丈夫でしたけどもでもね本当にあのイベントを主催する側ほんと難しい勝ち取りだなというふうに思ったりしますまあでもこの時はね極楽フェスは良かったんでえー、まあ無事に帰れてただいまできて良かったなというふうに思いますさあというわけでえー、本日も参りましょう MBS ヤングタウン 改めましてこんばんはアニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石正義ですさあこの番組はラジオトークでも生配信しておりますコメントも拾っていきますのでどんどんコメントくださいツイッターのコメントも拾っていきたいと思います、えー、あ東京ゲームショウの話も気になるし俺らのポルシェのその後も気になるし心霊ロケの裏側も気になるしアズールレーンも気になるし、えー、この後ゲストに出るトム・ハックさんとのお話も気になる いさんありがとうございます全部話します <laughs> <laughs> 全部話しましょう今日はね、えー、メールアドレスは ykiatmbs1179.comykiatmbs1179.com ですそうなんです今週はもういろんなことがあったんですけどもまずこれちょっと言わせてください、えー、9月の19日にサウンドスケジュール21周年デビュー迎えましたありがとうございますデビュー21周年やってすごない でもそう思ってみたらそ21年前に MBS ラジオで初めてデビュー曲「吠える犬と君をかけた記憶があるんですよでロザンの菅さんに「俺早い曲好きやわ」って言われたのをめちゃくちゃ覚えててそっから僕あの早い曲の呪縛にとらわれまくって <laughs> その後シングル2曲ぐらいずっと早い曲を書き続けたっていうねそういう逸話がありますけども。 でもね MBS ラジオさんとの関係値も21周年なのかなというふうな、えー、こともあってすごく感慨深いものがありますけども、えー、そんなサウンドスケジュールはただいまツアーリハーサル真った中、えー、今日もですねゲネプロ終わりでツアーのゲネプロ終わりで、えー、収録の方に来てるんですけどもあのー、サウンドスケジュールっていうバンドは、えー、3ピースロックバンドでちょっと特殊なえっ、ー、と まあ、バンドスタイルと言いますか、バンドライフスタイルと言いますか、えー、を取っておりまして、あのー、コンセプトに掲げてるのが、解散しないバンドっていうのをコンセプトに掲げてるんですよ。っていうのも、あのー、21年前の9月19日にサウンドスケジュールデビューするんですけども、その6年後かな、あ5年後かな、に一度解散をするんですよね。で、解散をして、四、えー、4、5年の空白の期間を経て、 また再結成をして今に至るという感じなんですけどもえもちろんデビューしたての頃っていうのは毎日サウンドスケジュールのタスクだらけと言いますかもう取材をしたりとかリハーサルしたりライブしたりえ撮影をしたりいろんなことをやってたんですけどバンドマンとして。で解散して再結成してからはもうその解散している間に例えば僕がソロ活動があったりだとかで川原君は川原君ドラムの川原君は、え。ー レーベル、えー、レコード会社でディレクターを、制作ディレクターをやり始めていたりだとか、で、きくんはきくんで、ウェブデザイナーとかをやってたりしたので、その、各々のの、まあ、生活がありますよっていう中で再結成をしたんですね。なんで、みんなのその生活サイクルを尊重し合いながら、あのー、バンド活動をやってみてはどうかっていうのがあって、なので、毎日集まるとかじゃなくて、年に一回、 ツアーをやりましょうよ。で、そのデビュー記念日である9月19日近辺、9月とか10月とかに全国ツアーを組んでやってみたらどうかなっていうので、えー、それだったら、年に1回だったら、みんなのそのね、生活スタイルも崩さずに、あのー、解散せずにずっとバンド続けられるんじゃないとにかく、解散しないっていうことも念頭に置いて、バンド活動を続けていきましょうよっていう。 まあ多分日本のバンドの中でも割と珍しい形をとっている、えー、バンドなんですけどもえこの間解散の危機を迎えました、ね、解散の危機を迎えましたはいもう一触即発の解散の危機を迎えたんですよちょっと聞いていただけますかあのー、まあリハーサル真った中と言ったんですけども年に一回しか活動してないので スタジオも年に一回しか使わないんですよ。で、いつも練習しているスタジオがあるんですけど、そこが会員証っていうのがあって、年に一回更新しなきゃいけないタイプのスタジオなんですよ。つまり、ほったらかしにしていたら、会員証の期限が切れてしまうんですよね。しかも、あのー、まあ、 僕、結構、ズボラと言いますか、まあ、あのー、こう、いろいろ会員証とかを管理したりするのが苦手なタイプの人間でして、じゃあもういいよということで、川原くんが、まあ一番年長である川原くんが、あのー、みんな、メンバーみんなの会員証を俺が管理しとくよって、ずっと管理してくれてたんですよ。で、その、じゃあ、ろうことか、川原くん、去年の、 最後に入ったスタジオつまり去年の9月に入ったスタジオでなんと会員証を忘れてそのスタジオ出ちゃったんですよ。要はそのスタジオのスタッフさんがその会員証を預かったまんまの状態で1年が経ったんですよ。ね大石正義沖宏河原洋二っていう名前のね会員証。 そしてですね、じゃあサウスケそろそろ一年越しにまた集まってリハーサルやろうかっていうことで受付に行って川原くんが気づくわけですよ。あれ会員証がね、そういえばあの時スタッフさんに渡したまんま、スタジオのスタッフさんに渡したまんまにしてたわ。ああもう期限切れても持ってるわってなったんですって。で、 すいません、去年あのスタジオに入った川原というものなんですけども「会員証ってもう処分されてますよね」「期限も切れてますしね」みたいな感じで聞かはったんですってそしたら大石正義のあの「大石正義の会員証だけ」 あのこれも実際にあの店員さんにもねちょっと聞いたんですけども忖度で残ってたらしいです <laughs> <laughs> あ、大石正義ってあの大石正義だよな <laughs> うん会員書残しとこ沖隠岐弘河原洋二。知らんな処分しとこみたいな感じの構図になったらしくってそれを川原くんが僕に。 めちゃくちゃ怒りを込めてこのエピソード投稿してて <laughs> 解散の危機を迎えてしまったというねえギリギリでしたいや河原さんそんなんじゃないっすよっつっていやでも得したじゃないっすかって一 <laughs> 人分だって会員また登録する料金ねえ得したじゃないっすかっつったよう言わんわっつていやおもろかったなあねえ 今年も3人仲良くやらせていただいておりますけども <laughs>、えー、サウンドスケジュール <laughs> プレイス2022ツアーは、えー、10月の1日大阪ナンバハッチから始まって10月の2日名古屋エレクトリックレディーランド10月8日東京オーイスト、えー、そして10月の15日ファイナルは北海道でキューブガーデン、えー、でやります、えー、関西地区の皆さんは10月の1日ね、えー、ツアーの初日大阪ナンバハッチナンバハッチでやるのも久しぶりなんですけども ぜひとも遊びに来ていただければというふうに思います。今回のライブはですね、えー、まあ、せっかく21周年を迎えたということもありまして、ファーストアルバム完全再現ライブとなっております。もう結構珍しいんですけど、これも。あのー、ファーストアルバムをもう1曲目から全部曲順通りにワンマンライブするっていう。なかなか我々はやらなかったことなんですけど、まあ、そういうのも あのー、面白いかなっていうのででファーストーアルバムプラスまあ人気曲というか、えー、ライブ映えするような曲たちを、えー、合わせて、えー、みんなで一緒に楽しめたらなというふうに思っておりますんで是非とも遊びに来ていただければなというふうに思いますじゃあちょっと1曲目、えー、こんなあねメールが来ておりますじゃりネームレオキューさんおいさんこんじゃりこんじゃり、えー 9月の19日でサウンドスケジュールデビュー21周年ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。えー、今また MBS ラジオでマー君の声を聞けているのがとても嬉しいです。マー君という響き。<laughs> 一緒に年を重ねられる幸せを感じているファンはたくさんいることでしょう。当時のマー君が想像した42歳のマー君はどんな大人だったんでしょうか音楽を続けてくれてありがとうござ42歳でマー君は、あかんって <laughs> 42歳のマー君はあかんってそれ完全に部屋引きこもってるやつやで <laughs> えそれでえ今日はサウンドスケジュールの「えー、吠える犬と君」をリクエストしますご縁を大切にするマー君のいや大石正義さんの今後の活躍もお祈りしつつえまたこれからさらに20年後も押し続けさせてくださいねとありがとうございますというわけで涼久さんのリクエストこちらの曲をかけたいと思いますサウンドスケジュール吠える犬と君 大石正義のヤングタウン MBS ラジオからお送りしておりますけども今週はですね、まあ、いろんなことがあった1週間だったんですけども特に印象深いのはあの2泊3日の遠征ロケに行ったことがすごく印象深くて、えー、どこに行ったかというと新潟。 あと佐渡島、ね、新潟からフェリーで渡って佐渡島に行ったあの遠征ロケめちゃくちゃ面白かったというか夏の思い出を見事に作れたなあという感じだったんですけども、まあ、何をしに行ったかというと新潟でなぜか僕はアニソンシンガーなんですけど心霊ロケでその後佐渡島に、えー、朝6時のフェリーで行った <laughs> <で> <laughs> その後1一日中日が沈むまで <laughs> 佐渡島のいろんなところでロケをするっていうなんか結構ねスケジュールだけ見るとかなり辛めのスケジュールだったんですけどもでもあのまあね5年近く一緒にレギュラーやらせてもらってる加藤純一君とあとスタッフの皆さんと一緒にですねあのもう本当修学旅行というかね なんかそんな雰囲気感の中で、もうカメラ回ってるのも忘れるぐらいの、えー、楽しいロケを,をさせていただいたなあという感じなんですけども、まあ、えー、ゆくゆくまたね、その動画とか上がると思うんで、大石加藤のピザラジオっていう,う名前で検索していただければ、えー、YouTube チャンネル出てくるので見ていただければというふうに思うんですけども、その、佐渡島終わった後に、 次の日僕は東京ゲームショーっていうね千葉の幕張で行われる、まあ、その日本中のこうゲームの最新機種が集まってもう企業の皆さんが、えー、一般向けそして企業向けに、あのーまあ、ゲームを紹介するっていうすごく大きなショーがあるんですけどもそこの、まあ、とあるブースのゲストに、えー、呼ばれて行ってたのでで確かね11時半入りとかだったんですよ朝。 だから佐渡島もその日朝5時半起きて <laughs> 5時半起き6時ホテルロビー集合で、えー、フェリーに乗りそして新潟から、えー、新幹線乗って東京駅まで行きで東京駅にあらかじめ止めていた自分の車で、えー、千葉の幕張まで行きっていうので11時えっ、えー、とまあ 朝5時半6時までは、えー、佐渡島にいたんですけども11時半には千葉の幕張にいるという <laughs> なかなかヘビーなスケジュールというか移動スケジュールさせていただいたんですよ。でそう東京ゲームショウに来るっていうのはもちろんねファンの皆さんも知ってたりとかあと一般の方々も全然知ってたことなんで,で僕ゲームショウ初めてだったんでちょっと見て回りたいなと思ってその午前11時半ぐらい着いてすぐにあのー。 ちょっとゲームショーを見てきますわーって見て回ってたんですそしたらやっぱ何人かの方に「おお大石だ大石松吉だ大石がいる」みたいな感じで指さされたりとか話しかけてくれたりとか写真ね一緒に撮ったりとかあのフランクにしてたんですけどもあの中にすごくその大石好きな人あていうかピザラジオが好きな人がいててで「あれ?」って言われて「大石さんって。 え佐渡島いましたよねえ昨日のツイート見たんですけど「あれ佐渡島泊まりだ,だじゃなかったんですか?」いや泊まりだよ」って言って「えじゃあ今僕の目の前にいる大石さんは何人目の大石さんですか?」って <laughs> ね もう大石しますし似てる人がね全国にもう何万人といるって言われてるんで「<laughs> え大石さんってこれ目の前にいるの何人目の大石さんですか?」って言われて「エヴァンゲリオン」の綾波レイみたいな扱いになってましたけども <laughs> まあそういうのもあってですね、えー、忙しくさせていただいてたんですけどもアニソンシンガーって何なん歌を歌う人なんだよね心霊ロケ行かないよね <laughs> 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 あのー、ねこれねなんでこんなあの導入にしたかというと僕ね毎年ね心霊ロケ生かされるんですよ無理やりそのレギュラー番組「ピザラジオ」ねインターネットの番組ですよで心霊ロケでしかも生放送で毎年もう今日今年で5年目なんで心霊スポットも5回目ですすごい すっごいもう最初は関東近郊の屈強な心霊スポット生かされましてで今年は新幹線に乗せられて <laughs> <laughs> 新潟までなんか話によるともう関東近郊には強めの心霊スポットないから <laughs> ちょっと新潟でも行こっかみたいな感じで <laughs> え新幹線に乗せられて、えー まあ新潟の心霊スポット回らさせていただいたんですけどもまあ今年も怖かったんですけどもちょっとせっかくなんでねどんなとこに行っただろうなっていうのをまあリスナーの皆さんと一緒に思い出しながらちょっとねあの1年目からつらつらどんなことがあったかなっていうのを話したいなというふうに思うんですけどえあれは確か4年前5年前ですか。 2017年いや18年かなえー、っとの夏でしたね18年の8月とか9月とかだったと思うんですけども当時は公開生放送があってその生放送が終わったら急にですねあのー、スタッフさんがばたつき始めて「あの大石さんすぐにバスに乗ってください」って。 ロケバスに乗ってくださいって言われて、もうマジでもう電波少年かごとく、あの、目隠しはされないものの、あのー、ロケバスに乗せられ、そして、えー、っと、加藤純一くんと一緒に、どこに行くんだろうねって言って、しかもね、すごいひどいのが、行く、行く先を教えてくれないんですよ、どこに行くか。なぜかっていうと、僕ら調べるから。<laughs> <laughs> 例えばねその東京のどこどこに行きますよとかって言ったらそのどこどこスペース心霊スポットって言って Google で調べちゃったりするからそれだと面白くないからっていうのでもうロケバスのカーテンも全部閉められた状態で <laughs> 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 でどこに行くかも告げられずあの連れて行かれてで一番最初の1年目のね一番最初の心霊スポットがガチコア心霊スポットで。 八王子市ね、そう僕がこないだ極楽フェス <laughs> 行ったところです。<laughs> 僕はある意味極楽やなとか思いながら <laughs> 行きましたけど、すごくないですか？ね、八王子市といえばあの日本全国見ても結構心霊スポットが多かったりとか有名だったりするそんな地域なんですって。 でそこにもう1年目から、えー、連れて行かれましてでそこには一応まあねその僕と加藤純一君は言って素人なのでその、まあ、心霊スポットクロうとといいますかまあそういう怪談話とか、えー、心霊スポット巡りとかもよくされてる物語木村さんという方がいらっしゃいましてでその方がナビゲーターみたいな感じで、えー、ここはこういう逸話があって怖いトンネルなんですよって。 でちょっとこここでで指令を出してもいいですかこのトンネルの真ん中で「大石さん売れたいですよね」<laughs>「じゃあちょっと歌でも歌いましょうか」みたいな「新曲のあのユニーを歌ってみましょうか」とか,なんか、ね、そういうこう指令を勝手に出してくるとんでもない方がいらっしゃるんですけどもあの「八王子が怖かった」今振り返ってみてみも 一番怖かった心霊スポットどこって言われたら八王子の心霊スポットでしたね、あのー、公園みたいなところ広場を階段上がっていってで上がっていったところに、あのーえー、首がなくなってしまって取れちゃってるお地蔵さんがあるんですよ六地蔵みたいな感じで並んでる右から3番目ぐらいの。 そのお地蔵様の首がそのまあえと経年劣化なのかちょっと分かんないですけど取れちゃっててでまあそういう場所ですからも,うもちろんね雰囲気的にもで夜のね行っちゃダメですよ絶対に夜の神社なんて絶対に行っちゃダメなんですけどそういうこう物々しい雰囲気とか不気味な雰囲気とかもあ相まってあのめちゃくちゃ怖かったんですけどそこで写真を撮ったんですよ。 ね、そしたらなんかよく心霊番組で聞くじゃないですかオーブとかあとあの iPhone のね顔認証が知らないところでいっぱい出てくるみたいなその本人たち2人以外のところで顔認証出てくるとかね心霊番組でよくありがちなやつ。 あれ全部盛りでしたからね <laughs> いや本当に全部森顔認証どんだけあんねんとか本人以外のとこどんだけあんねんとかあとそのオーブが僕の頭突き抜けてたりとかもう全部森ですよでその心霊スポットの洗礼を受けましてでこの八王子のロケが終わった後に「 僕マネーージャーに切れたんですよないこと僕結構温厚な方だと思うんですけどその男性マネージャー伊藤さん伊藤マネージャーに「いやちょっとマジで信じられないです」いや俺こんなことするために東京出てきたんじゃないし音楽をやりに来たんですよ」なんであの多分ねなんかノリで番組上は「あの来年もやります」みたいな感じの雰囲気になってたけど「ガチでやめましょう」って。 全部断ってください。これからの心霊ロケは。はい。その次の年、えー、千葉の桜市。<laughs> 千葉県桜市。えー、心霊ロケに <laughs> 連れて行かれまして <laughs>。どんなやねんって。なんの去年のあれは聞いてなかったの。マネージャー、伊藤マネージャー。<laughs> 俺の涙の訴えはあれは何やったん しかも、バチボコ怖かったのが、そのね、八王子の時、僕、車、自走で行ってたんですよ。自分の車で八王子まで行ったんですよ。つまり、心霊スポット巡った後に、夜中の1時、八王子から自宅まで、1時間半ぐらいのドライブを、一人で自走して帰んなきゃいけなくて、めちゃくちゃ怖くないですかこれ、想像しただけで。ねえ。 で僕その時帰り道あまりにも怖すぎてあの自分だけ異世界にいたらどうしようっていうなんか変なチャンネルに入っちゃって30分に1回コンビニの店員さんに会いたくなるっていう夢を <laughs> <laughs> 気になって <laughs> 30分に1回こうコンビニに寄りながら帰ったっていうだからね本当に断ってたんですけどその次の年も千葉県佐倉市ねこれも怖かったわー。 あのダルマ寺でしたっけとか、ね、そのまたこれも全国的にも有名なてか特に千葉県内では有名な心霊スポットに行ったりとかしてなんかあの写真撮ったらなんかここに妖怪がいる何だの何だのかんだのっていうねアクシデントがあったりしたんですけどもでもこの時は実は僕心霊スポット怖くなかったんですよ。あの 慣れたとかじゃなくてこの時のロケバスの運転手さんの運転がちょっと荒めな運転手さんで心霊スポットよりもロケバスの運転の方が怖すぎて <laughs> そっちの方がだから心霊スポットに着いたら。 無事に着いたっていう安心感であの心霊スポットがなんか憩いの場所みたいな悔しいけどね憩いの場所みたいになっててなんかね変なチャンネルに入ってたんですよねこの時だからそんなにその心霊スポットが怖くなくなっちゃってたっていうのがあってでそれをいいことに次の年奥多摩に連れて行かれるってね <laughs> 奥多摩東京また怖かったですね。 それから埼玉のね川沿いもう埼玉の川沿いいしかか僕知ららないですからね <laughs> あのこの番組のねこのレギュラー番組の怖いところは一切答え合わせしないんですよ。<laughs> ロケバスカーテンシャーってやって外の情報を遮断してそれでね連れて行かれるじゃないですか。その後こここはどこですよとかっていう答え合わせを最後までしないんですよ。だから 4, 回目4年目に行ったあの場所は埼玉の川沿いしか知らないですよ <laughs> やばくないすごいよね僕だからそこ二度と行けないですし怖いわ、ね、どんな気持ちで連れていくねんっていう感じですけどもねいやでもなんか で今年の新潟はその灯台がある場所に行ったりとかあとあのー、岩屋っていう場所があってここもなんかすごく新潟の中ではてか全国的にも有名な心霊スポットらしいんですけどもそこにね加藤純一んと2人で行っていや怖かったっすねーでもなんか3つ行ったんですよえっ、ー、と その灯台で心霊、えー、岩屋っていう心霊スポットそしてもう一個タコ公園っっていう心霊スポットに行ったんですねでそのタコ公園はなんかその夜な夜なこうカップルの霊が出るとかっていう感じで言われててでその新潟市内のねタコ公園っていう公園だったんですけどなんかその。 タコ公園の駐車場があるんですけどこうロケバスが駐車場に停まるじゃないですかその時から僕なんとなくおやおやって思ってたんですねなんかちょっと普通の車車車じゃなない車がたくさん泊まってるなっててる <laughs> 駐車場にあれなんか形状が結構個性的な車がたくさん停まってるなって思って で,でまあそのね木村さんが「ここはこういう場所なんですよ」っていうのであの説明していただきましてでタコ公園にじゃ加藤純一君と僕二人で行きましょうってなって、まあ、歩いていくじゃないですかそしたらねやっぱ案の定「<laughs> 兄ちゃんたち <laughs> 何 YouTuber? は何どれぐらいチャンネル登録者数いんの何何しちゃうの?」みたいな感じで。 男女4人に、いきなり絡まれまして <laughs>。ああそうなんですよちょっとしがない YouTuber やっててみたいなもう僕も面倒くさいからアニソンシンガーとか言わずにああ YouTube やってますみたいな感じで <laughs> もう素通りしようとするんですけどえあれ何ここ心流スポットそんなんじゃないよみたいな <laughs> 俺たちのたまり場だぜ、みたいな感じ <laughs> って言われて。 あ,あそうなんですかってあなんか心霊スポットだって言ってちょっとねあの聞いたんでこうやってカメラ回しながら来てるんですけどみたいな感じで説明をするんですけどえ全然違う違う違う <laughs> なんかえなんか飲んでくみたいな<笑><笑>いやいやいやもうちょっとねあの今生放送中なんでちょっともう勘弁 <laughs> してくださいみたいな感じでしかもねそこの。 その心霊スポット、タコ公園のあのタコのね、遊具があるんですよ。その滑り台に、えー、タコに模した滑り台があったりとか、で、そこの滑り台のタコの要は頭の部分、てっぺんの部分で大石さん歌ってくださいって言われてたんですよ。で、心霊スポットで歌わせるっていうのが毎年のこう恒例になってるから、タコの上で歌おうとしたんですけど、もうあの百オールし。<laughs> ヤンキーの客おしさすがに無理やわって言って結局そこではもう歌わなかったんですけどもう何のこっちゃない心霊スポットじゃなくてヤンキースポットに <laughs> 我々放り込まれたってまあねこれ遠征とかねあの関東近郊じゃない場所とかになるとそういうのがまだね あのイレギュラーなことが起こったりとかするんですけどまあそれはそのトラブルでめちゃくちゃ面白かったなというふうには思うんですけども、えー、ここで1曲お届けしたいと思いますもう幽霊の話もたくさんしましたしねあと今あのうちのラジオのアシスタントの子が急にですね電気を消し始めるっていうね <laughs> しょうもない心霊現象もどきみたいなのをし始めたからもうそろそろ曲いきますわ <laughs> 悠々白手オープニング主題歌「ほほ笑みのバグダン」 大石正義のヤングタウン MVS ラジオからお送りしておりますけどもここでコーナーに参りましょう最初のコーナーは色メガネですえこのコーナーは大石のトレードマークメガネにちなんで砂利がかけているかもしれない色メガネすなわち偏見を送ってもらい僕が色メガネかどうか判断しますはいえー、砂利ネームチミじゃなきゃダメだこりゃさん大阪府堺市の方色メガネ同じ傘を 1>, 1年以上使える人は大機万成型これ俺やわ俺その普通にコンビニで売ってる500円ぐらいのビニール傘あるじゃないですか5年は使う使える傘たまるもん <laughs> <laughs> 急な雨が降った時に買ってでも前の傘がもう約要は5年使ってるから たまりにたまってもう大変ですうちの今の傘立てが本当に物なくさないっすね物なくさないしあと洋服をめちゃくちゃ綺麗に着るかも今着てる T シャツとかもう3年4年ぐらい前に買った T シャツですしなんかハマったらその服をずっと着続ける系の人ですね、うん、むしろなんか 新しいものをボコボコ買うっていう感じじゃないから待機晩成型です僕はスマホ割ったことありますかスマホ割ったことないです待機晩成型です <laughs> <laughs> みんなどうなんだろうねやっぱビニール傘ってさやっぱ手軽に買えるし あとその急な雨とかでコンビニで買ったりとかするしちょっともうこうインスタントなイメージがあるじゃないですかなんでなんか使い捨てまではいかないけども何回か使ったらまあいいかなみたいなそんなことありますよねきっとねあとどっかに忘れてきちゃったとかね俺はなんか傘で思い出したわ博多のホテルやなんかさ 博多のホテルツアーで泊まってたんでですよで夜11時ぐらいライブ終わって雨降っててんで傘持ってなかったからそのホテルのね受付で「傘貸してください」って言ったら傘借りれるじゃないですか。で借りてで近くのねコンビニファミリーマートに行ったんですよ徒歩2分ぐらいのところでファミリーマート行ってちょっと小腹すいたからあのー、カップヌードルの。 えっと、シーフード味でも買ってお湯入れて部屋帰ろうかなと思ってまあものの2分ですよねお湯入れて出るじゃないですかコンビニにそした多 <laughs> <laughs> いや博多が悪いわけじゃないけどねもちろんでもなんかあの結構その博多の中でも 夜の街ってて言われてる天神だっけかなのホテル泊まっててなんか間違え取り違えたのかどうかわかんないんですけどそのないじゃんないですか。でホテルの受付まで行って。 シーフードカレーお湯入ったやつを片手に持って「傘盗まれました傘盗まれましてん!」っていうミュージシャンどうですかたまんないでしょね傘には苦い思い出があったりするんですけども続いていきましょうかスーパーウルトラフライさん、えー、兵庫県神戸市の方色眼鏡 くしゃみがでかいやつは電話をかけてくるタイミングが悪いちょっとわかるなわかるあっくしー <laughs> っていう人ねいやでもこれは不可抗力なんでくしゃみが大きい方はまあしがないかなというふうには思う僕のくしゃみはちなみにでかいです あとくしゃみし終わった後にオラーって言いますエクシュオラーって言いますマジです、これあのうちのサウンドスケジュールのメンバーに聞いてもらったらわかるんですけどエクシュオラーって言います <laughs> ねえ煮使わないでしょ大石正義に煮使わないでしょ急にねくしゃみすると柄が悪くなる ドラゴンボールのランチさんみたいです、ね、え <laughs> いやでも女の子のくしゃみ可愛い子いるよねくちゃみたいなさ <laughs> あれ好きやわずっと見てたいわ胡椒振りたいもん <laughs> 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 ごめんなさいそんなこと絶対しないですけどね、えー、続いて色眼鏡サモキンポーハンさん酔っ払うとやたらと肩くもうとしてくるやつに 日本酒の違いなどわからないわ <laughs> <laughs> からんよねわからんのよ吟醸なのか大吟醸なのかもわからんのよそうなんですよ肩組んでくんねんもうあの味どころじゃないねんね気持ちよくなるためにお酒を摂取するっていうね味の違いとかも別に いいんですよでもそういう飲み方も僕はありだと思いますけどね僕はそんなお酒飲まないタイプの人間ですけどでもなんかその人がねまあその人が良ければというか周りに迷惑かけずにその人も気持ちよくなれるんだったらまあお酒の楽しみ方なんてもう千差万別というかもういろんな楽しみ方があると思うんで味を楽しむもよしそのバーの雰囲気を楽しむもよし。 ただね飲まれないようにしていただければなというふうには思いますけどもえー、ジャリりネームうーじっくり煮込んだチンパンジー北海道札幌市の方色眼鏡ビールは喉越しっていうやつは信用できない <laughs> 何かあったんですかね <laughs> <laughs> えだって喉越しがいいビールってやっぱあるよねあるよね うん、な僕もそんなビール飲まないしねあの味がそんな分かる人間ではないかもしんないけどお酒関連今日多いねなんか色眼鏡お酒関連色眼鏡佐渡で飲んだ日本酒美味しかったね徳本さんも実は言ってたんですけどね一緒に佐渡で飲んだ日本酒美味しかったね <laughs> 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 何で2回言うたんや <laughs> あのー、やっぱお米がね <laughs> 新潟おいしいじゃないですかで佐渡の、ね、佐渡米ってもめちゃくちゃ有名というかおいしいんですけどやっぱそのお米とあと佐渡のねあのー、綺麗なお水で作った日本酒めちゃくちゃ美味しかったしかもあんまり全国的にもそんなに名前が知れてない知られてない感じでもう知る人ぞ知るっていうやつだったんですけどもなんかさざ 風風になびっくなんちゃらみたいな感じの飲むの珍しいですそう,あそう僕あんまり人がいっぱいいいっぱるところででお酒飲まななんですよなんか自分の集体を晒すのが嫌だったりとかあのお酒を飲むとその男には説教したりとかするタイプの人間なのですごい自分が自分のこと嫌いになっちゃう感じの飲み方をするんですよ。 酒癖的にだから人前で飲まないようにしてたんですけどちょっと佐渡のロケの時はあまりにも気持ちよくなりすぎて日本酒とビール結構飲んであのそれこそタコ公園のタコぐらい赤くなってあちょっと徳野さんからのタレ込みですサイン書く時のペンの蓋開けられなくて可愛いでしょって言ってました。<laughs> えねえいいやんか別にたまんにはもうこういうことやでああもう向こう5年人前で酒飲まなくなりました今ので大石正義は向こう5年人前で酒を飲まなくなったのは今のこの徳野さんのタレコミのせいですええー、やんけ別にねホテルの人でサインください言われてペンの蓋が開けられなくて可愛いでしょってでしょ <laughs> ええやんか別に可愛い,い,、ね、い,いやろがい,い42歳、はい、マッキーのペンの蓋負けられへんぐらい酔っ払ってんねんぞ可愛 <laughs> い,いやんけ <laughs> もうほんホンマ何なんすか <laughs> 気持ちよく酒飲ませてくださいよねっ <laughs> というわけで、えー、引き続き各コーナーへのお便り、新たなコーナー案もお待ちしております。y.k. アットマーク mbs 一一七九ドットコム、y.k. アットマーク mbs 一一七九ドットコムまでメールお送りください。続いてはこちらのコーナーです。大石とお話し。 このコーナーはシンガーソングライター、アニソン歌手、映像プロデューサー、俳優、司会者、推しの友達、ツイッター芸人などなど無数の肩書きを持つ大石正義がさらに芸の幅を広げるべく毎回ある分野の専門家をゲストにお招きしてエキスパートのお仕事の流儀を学んでいくコーナーでございます。え今回のゲストをお呼びいたしましょう。私、大石正義の相方でもございます。作曲家、アーティスト、トム・ハック さんですお願いしますどうも作曲家アーティストのトムハックですよろしくお願いしますお願いしますお願いします大石さん来ちゃいましたよねヤンタン初登場ね いつ呼ばれるのかなと最初のころかなってそうですね呼ばれたら呼ばれたでどんな顔して出ていいかみたいなねどういうふうな喋ろうかなみたいな感じで今日いっぱい聞いてきましたからありがとうございますトム君といえばですよ奥斗のねユニットの僕の相方でもありますしミス・アンドロイドっていうねアーティストもやってたりだとかあと作曲家でもあったりとかあと事務所社長だったりとかアニソン界の不動産王だったりとかいろんな感じ 感じで僕ぐらいというか、僕よりも肩書きがあるんじゃないかと。大石さんもね。相当肩書きが今ありましたから、そうねえ。でもトム君さ今会社何個あんの？今ね。あの表には発表してないんですけど、合併とかもしたんですよ。ああなるほど。なんで今3つ。元々4つだった。いやすごくない。会社4つ3つ持てる人。もうすごくない。いやいや。もうスタッフがみんなね。優秀なんで僕もいつも。こう できる社長は大体あうちのスタッフが優秀なんだっていう何より受けるんですかね。で本当にいろんなことをやっている印象が強いそのトムくんなんですけども隣で僕が見てても謎めいてることがたくさんあるんですよ。で今日はちょっと短い時間になっちゃうかもしれないですけどもなぜトムくんがそういうふうになっていったのかその生い立ちも含めてプロフェッショナルなお仕事の流儀学んでいきたいなというふうに思うんですけれども。 まず音楽はいつかから興味あったんです僕はねウィキペディアとかにも載ってるんですけど僕の親父とかおじいさんがもう趣味で尺八とかアコギを弾いたりとかあとオーディオマニアだったんでちっちゃい頃から音楽に囲まれた生活がもうすでにあったんで物心ついた時には音楽好きだったという感じがあって。 あの僕が、まあ、これもインタビューでよく言ってるんですけどもうん、うん、中学3年生の時に、うん、もう本当にに人生くじけそうになるくらいの大失恋をしたんですね中学3年生で大失恋をしたと人生そうそうまあ今思えば可愛いなと思うんですけどもうん、うん、でその時に、あのー、もう辛くて辛くて家を飛び出して大雨の中、うん、大雨に打たれながら僕が大好きなアーティスト当時いたんですけど、はい、その人の曲を聴いて「うん なんかすべてがこう流れていくような感覚があったんですよね、雨と一緒に。<う>で、これはちょっと人生救われたな音楽にっていうて森。森高千里さんじゃないですか。<laughs> 雨は集めた。じゃなくて。すいません、もうこういうち茶ゃ々ちゃの入れ方が関西人。<laughs> ね<え>絶対あかん。そうね、まあ、そういうことがあって。うん、そっか、ちょっと音楽をちょっと心を志そう。かでも、その大失恋をバネに。 えーと音楽家を目指すわけなんですけどもうん、うん、そのバネ強すぎんここまで売れちゃったってどういうことなんていう感じですけども <laughs>、ね、特にねトムくんのことを知った方はあのアニメ軽音で、はい、ね,ね,ね知った方多いと思うんですけどもそ,うです、ね、それは作曲家として、はいえー、軽音 の主題歌を担当するようになるんですけども、うん、そこまでに至る経緯ってあったんですか、うん、簡単に言うと、うん、あの一人だけじゃちょっと僕技術的にも、うん、骨的にも弱いなっていうことを当時20歳くらいの僕思っててですね<ー>であのこれは手っ取り早くプロにコンタクトを取ろうと、うん、おいうことで当時あのミクシーとかが流行ってたんですよね。懐かしい足跡つくやつねそそそうううでであれでプロのの人たちの ををちょっっと探しててコンタクト取当時、えー、と弟子入りさせていただいたのが百石めさんという軽音の劇版とか作ってらっしゃる僕の師匠がいて、まあ、その人にあの弟子入りしましてそこから3年間くらいですかね3年弱くらいずっとあの表に出ず修行をビシバシビシバシやられながら<ー>でお話しできたのが。 軽音だったんですすすよねね、えー、年っったたたにココンンペペだだんんです、ねえー、で、まあ、事務所新しく立ち上がるから、うん、若い作家を探していると「お前若いだろう」っつって、まあ、当時22歳だったんで<ー>やってみろっていうのでやったのが慶音だったという流れですね,ね簡単に言うと。うんうん、えじゃあ22歳で社会現象になる楽曲を作っちゃったってことなんですか、はい <laughs> <laughs> 作っちゃったってことになりますよね。売れちゃったってことです。売れちゃった。でもなんか当時のその周りのプロデューサーが今でも言うんですけど、うん、やっぱりそういう時って若いんで、うん、天狗になったりするじゃないですか。なるなるなる。あの今でも言われるし当時も言われたんですけど、うん、やっぱ全然ならなかったよねお前はってことを未だに言われるんですよ。えー、で当時すごく覚えてるのが、うん、やっぱりまだまだ。 全然自分の音楽はこう極めなないとダメだなみたいなのが頭9割くらいで<ー>そうなんですね世の中にどう響いてるのかってあんまりこう意識してなかった時期でななるほどねねそうなんですよ、ね、ストイックにこうやってた時期だなってことまだに思うんですけどね、うん、でもあの僕もねトムくんに習ったことというか、はい、トムくんと一緒にこうね、えー、やり始めてそのアニソン業界でたくさん知っていただく機会が多くなったなというふうに思ったりするんですけども今言ってたプロにコンタクトを取るとか。はいはいはい そのなんていうのかな一番の近道を当時から知ってたんですねねあの僕も持論でその成功するためには成功者の近くに行けばいいなっていうねそうなんですよそうするとなんかまあおこぼれじゃないけどもその仕事のやり方も学べるしあとそのコネクションもできるしそうなんです一人でこうね家でモジモジしてるよりもそういう人 のの近近くににいいた方が随分と近道になるよっていうのは例えばねあのまだこう日の目を浴びてないシンガーソングライターの子とかにあのアドバイスしたりすることもあるんですけども大手メーカーの有名プロデューサーも数々のアーティストを発掘した方も本当同じこと言ってて、うんえー、やっぱりこう売れている人の周りに近づけば自分もその渦に巻き込まれて自分も売れるという名言があって。 ね、やっぱりもう本当にまさにそうで、あとまあ自分のレベルを上げたい時って、なんか常々五年くらいのスパンで来るじゃないですか。人間って、そもそもやっぱりこう関係してくる人たち、周りの人たちが変わ。っ ていったりとか、もっとレベルの高い人たちと関わっていくと、自分もレベルアップしていくっていうのはやっぱりあるんだと思うんですよね。そうですよね。やっぱ環境って人変えますからね。うち奥トオクトルの二人だけど、こんな真面目な話でいいの？全然いいですよ。いいの？あのオクトは普段ね、もう本当ライブやったら二時間のライブで六曲ぐらいしかせずに、あとは全部喋り続けるみたいな。感じの。大丈夫ですか？ユーニットなんですけども、今日はね違うんです。オクトで来ていただいてるんじゃなくて、トムハ なるほどなるほどそうなんですそっかじゃあ僕という人間は何なんだとそう仕事の流儀を学びに僕がちょっといろいろインタビューしてる感じなんで真面目何そんな物足りないような顔しないでよいやだからもういいんですよそれはそれでちなみに前回の大阪のライブなんですけど僕先週のね「やんたん」で大石正義がすごく様子がおかしかったぞっていうその。 わね、えっとジャリーの皆さんのメールを読んで、うんうん、おかしかったかなーって僕思ってるんですけど、<laughs> トム君はこう隣で見ててどうでしたか？おかしかったですか？大変恐縮ながらこの7年8年くらいねライブ、はい、ワンマンライブを一緒にさせていただくような機会があったんですけど、あのダントツでおかしかった。<laughs> <laughs> 何が起きたのかなと。<laughs> いや本当に輪 <laughs> をかけてやばくて。いやワをかけてやばかった。えだって、うん、俺今まで大石さんと。 ねステージに立たせていただいて、うん、僕が黙り込むってなかったんですよ <laughs> なかった一回もなかったんですよ <laughs> あ、あ、うわ、う、う、みたいな感じに初めて僕もなっちゃって <laughs> なってたね <laughs> そう拾えないものってこの世にあるんだなと思って <laughs> <laughs> でワンワンかて大阪も結構だったんですけど東京もそれはそれであのねボンと行ってたんでほんと2日間すごかったなっていういやエンジンかかってたよねエンジンかかってなかったのにブルンブルンって言ってんだけど空回りブルンアイドリングがひどリングそういうことだと思うんですそんな奥とですけどもトムくんの話に戻りましてじゃあそこからアニソンクリエイ データとしてて名前が売れるようになっ僕もその時に知ったんですよね。ありがとうございます。そっからの道のりはどうだったんですかあのもうその軽音がヒットしてからですねやっぱ僕当時社長が50代くらいの社長がいたんですけどもその社長に「お前は表に出た方がいい人間だ」とすごい言われてでもやっぱり僕大石さんもしかしてずっといるからわかると思うんですけどあんまり表に出たい人間じゃない根っこは。 裏方なんでそれはちょっとずっと断り続けて5年くらい経った時に、うん、26歳7歳の時にそれこそ大石さんと一緒にやった。一緒にやっ ミスアンドロイドというやつもあったんですけどもう一つ本当にアーティスト活動そこで大石さんとの出会いをきっかけにあのやるようになったというのが20代ちょっと後半くらいですかね一番最初はじゃあダイアナエースだったんだそうですねまさにそうですねアーティスオープニングで「トム・ハックフィーチャリング」「大石いますよしトム・ハック歌うめえ」って言われたわけですよ俺フィーチャリングハワレコ行ってもトム・ハックとしか書いてないってフィーチャリングが書いてないぞそういう時期もありましたけども はいね、ネットで本当ねトム・ハックトム歌うめえなって言われてた時期もありましたけどそれがまあ晴れて「オクトになっていくわけなんですけどもそうなんですよね、うん、僕のトムくんがすごいなって思うところは軽音、うん、で、うん、えとクリエーターとして売れたじゃないですか。はい、でまあ o k もさることながらミス・アンドロイドとかもね異世界ものアニメって言われるもの、はい、例えば リゼロから始まる異世界生活とか「うん、幼女戦記」とかねもう、えー、他にもたくさんいろんなタイトルやられてますけども、はい、そこでもね世界的な大ヒットを獲得してるっていうのがすごいなーって思うんですけどやっぱり。 あのヒットメーカーって一発じゃダメじゃないですか、うん、そうですね一回売れただけだとやっぱ一発屋みたいな感じのレッテル貼られちゃうんで、えーえー、でも二発以上売れたらそいつって本物じゃないですかそういうのありますよね業界でね、うん、言われてるのそういう意味ではトム君は本物だなと思いますし、うん、あと軽音の曲調とそのリゼロの曲調ともう真反対なんですよ、うん、確かに,確かにその引き出しの広さとか触れ幅、うん みたいなのが、うんうん、やっぱ僕はトム君のすごいなっていうところだったりするんですけども。さあ、はい、もともとなんかその、うんうん、教養があったってこと引き出しを。ずっと作り続けていたのか、その水面下で、うんうん、それとも、あの、やりたいことがずっと溜まっていたのか。なる,なるほど、なるほど、それって、お伺いしてもいいですか。であのー、まさに、でもちょうど今の話で、この。うん、今回のこの機に、まあ、お話ししたいなってこともって。<ー>まあ、実は、その、皆さん、かなり、こう、聞いてる数少ないと思うんですけど。うん 数で言うと劇盤の音楽僕作ったものとかを聞くとこれこそ本当誰が作ったのみたいな感じのオーケストラだったりもするんですけど、うん、それも踏まえてやっぱりその一番最初にお話しした百国はじめさんに弟子入りしてる時に、うん、最初に教わったのがオーケストラだったんですよね。<ー>でやっぱりそのオーケストラからもともとロックの血が流れてたからそれはできるだろうと。職、うん、職人人音楽のにになるには何 にでも作れななくちゃいけないけとジャズでも、うん、あのー、オーケストラでも。ということでそこ三3年間くらいまあそれ前からもちろん興味はあったんですけどそこで鍛え上げられたものが土台としてやっぱあったと,ると、ね、なるほどいうのはミス・アンドロイドの音楽はどちらかというとオーケストレーションが素晴らしかったりだとかそのなんか響きが、うん、あの映画音楽っぽいんですよね。な,なのでまあねこうリスナーの皆さんにも伝わりやすいと思うんですけども、うん、なんかこう。 ちょっとインテリジェンスというか映画であーこれなんか挿入歌で流れてそうだなとかかっこいいおしゃれな映画の裏で流れてそうだなみたいな音楽をミスアンドロイドでえっと体現しててそのあたりの幅の広さっていうのじゃもうずっとその百穀さんの元でもう積み上げてきてたものだったそうですねでいまだにそうだし昔10代からそうだったんですけどやっぱそのハリウッド と映画を見るのが大好きで、音楽うんぬじゃなくて、あのもうバックトゥザフューチャーとかね、映画好きだよね。大好きなんですよね。よねやでやっぱり映画を見てる時にその映画の音楽と同時に映像が入ってきた時の高揚感っていうのが、はいはい、他にちょっとこう例えられないくらいすごく大好きで、やっぱりそこが元々あったのでそこからの映画音楽が好きっていうまあ流れがあったんですけど、いま、うん、だにやっぱそれはずっとあってですね。うん、なのでまあ自分がこうワクワクするものって自分で作るとワクワクするものができるじゃないですか。お<ー>うんなんかそれはずっとあって、それ、うんうん こ土台にある感じですねやっぱ、ね、もうなんか、うん、あの「R なんちゃら」みたいな雑誌に載りそうな感じですが、ね、こ、うんなワ <laughs> クワクするものを作るっていいじゃないですか <laughs> みたいな <laughs> こんな真面目い,やいいいいやんじゃないですかでね,ね<ー>僕はあのー、この後また聞きたいことがあるんです、はい、あのー、トム君は、うん、その音楽 <coughs> っていうカテゴライズはい、はい、要はクリ音楽クリエイターというカテゴライズだけにとどまらず <laughs> そうやって冒頭に言った通り社長業も今やられてるじゃないですかそれは何かこうきっかけとかうん、うん、まあそのもともと野望みたいなものがあったのかどうかっていうのもお伺いしたいんですけどこれはもう大きく分けて2つありましてですね<つ>もともと僕の親父とかおじいさんとかずっと社長業なんですね建築の。あそっかそお父様建築 でみんな会社をやっててその血が流れていてやっぱりそういうものやりたいなみたいなやつはふつふつとあったってものが半分くらい一つとあともう一つはんかその先ほどの裏方気質だよねっていうことにも通ずるものだと思うんですけど自分ががでできないものに燃えるる感じあんすよね要するにこれをやったらすぐできるよねっていうことあるじゃないですか例えば音楽ずっとやってるんで「音楽を作れ」って言われたら結構作れるじゃないですか。でこれやってとかっていろいろこう得意な分野っていう人間あるんですけど。 経営って、うん、まあ人いろいろなこう経営者いるんですけど経営が一番難しいぞって言ってる人たちって結構数いるなって当時思ってて。うーん これ自分が足りないスキルとして人間力を上げるにしてもこの経営会社をやっていくって自分がこう一生かけて努力してやるべきことなんじゃないかなとかやりたいなみたいな、うん、そういう思いが半分やっぱり当時あったんですよね。め<ー>めちゃめちゃゃ難しいことだとだ思うんですよ経営って言葉だけでもダメだし実行力もないとダメだし、うん、実際の数字もないとダメだしみたいな、うん、そこをなんか時間かかってても10年でも20年でもかかっても。 あの大きくく遂げていくっていいっうのは自分になるほど。ということを感じたと。だっていつからかねその奥斗で新幹線移動してる時、うん、東京新大阪間ね移動してる時とかもうん、隣パッて見たらビジネスショー見てるトム君が <laughs> をよく目の当たりにすること多くなって <laughs> <で>ありましたねそんな時もね。なるほどトム・ハックはまたちょっと別の道を、えー、あの開拓しようとしてるんだみたいなところがあって。 んですよそこからねえっと今僕が所属してますキャットエンターテインメントというねプロダクション事務所があるんですけどもそこの社長になるわけなんですけどもなんでトム君が僕を雇っているって雇ってないですから平ラ社員としてアーティストなんで雇つかないんですそれはね契約してるって契約しててねラ社員 いいよね泳ぎやすい場所ですね。いらっしゃい。こういうところでしかねあのいじれるところないんでね。えこんなメールが来ております。ジャリネームチャイさん、えお医さんトムさんスタッフさんこんばんは。こんばは。え事務所の社長でもあるトムさんに聞いてみたかったのですが、キャットエンターテイメントに入る基準って面白好き、おしゃべり、動物好きって。 あありりまますすよよねね <laughs>、えー、トムさん、えー、大石正義さんそして草野佳代子さんなど,なるほど皆さん当てはまるかと思いますが決めては人柄と努力し続けられるということでしょうか これはどうなんですすかどうなんですかねでねもなんか今その「うん、まあペット好きですよね」とか「面白いですよね」とかってそういうものの延長線上にあるのが結構一人で何個もこなせるアーティストタレントが多いですよねうちは。あ確かに、ね、しゃべれたりそそ、ね、そうそうそう、うん、歌も歌えたり、うん、曲も作れ,、うん、作れたりっていうそういう意味ではなんかいろんなものにこう興味を示すような。 人柄の人っていうのは確かに入りやすいのかなとい思います、ね、確かにそうかもしれないですねなんか何でもできる人っていうかやっぱ自分のゼニーは自分で稼ぐ時代だとは思うんまさに、うんうん、ですよでキャットエンターテイメントの良さっていうのはやっぱそのまあある種放任、うん、主義というかうん、うん、あの自分でやってくれ的なところもあの 結構多いじゃないいそううです枠もなんでそこがまた良さなのかなというふうに思っててそうでですね佳代子ちゃんもそうだし僕もそうですけどやっぱ自分で何とかするというかあのある種こう一人でも自立できてるでその自分ができないところを例えば事務作業だったりとかお金の計算だったりとか交渉事だったりとかを事務所側にしてもらう。 その代わりその事務所に手数料をギャランティーから,はらあの引いてもらうみたいなこうエージェント契約的な感じがあったりするので逆に言うと一人でできない人っていうのはなかなかこうキャットエンターテインメントには入りづらいかもしれないかもしれないですね。いやわかんないです。これからのキャットの方針もあるんで僕はなんかお大口は戦いにいやでもでもそういうね、法人主義が今のところ所属してる タレントアーティストはまあそういう自主性がある人が多いなそうです、ね、っていう感じですからね。事務所の社長として大石が心霊ロケに行ってるのどう思いますか、はい、あのーうん、まあなんシンプルに心配だなっていうね、うん、<laughs> い,いろんな意味でね。 その,にその、あのー、安いギャラでこう <laughs> いろいろなところに、ね、それは大内さんだけじゃなくてもあのマネージャーさんもそうですからいろんなこう、ね、キャットの人間が安いギャラで危険なところに行、ね、か、あのー、れているっていう心配もありますしあと,、まあ、とお祓い的な意味での、ね、<う>心配もありますし。 そういうのありますけどそうなんですよね <laughs> 全然それはでも <laughs> ええいう、ね、あの止めていただいてもいいんですよ心霊ロケ来年からもうおいししませんよ止めていただいてもいいんですよ人気なんでしょあの企画ね すごく知らん <laughs> <laughs>、ね、人気かかかどうでもまあ <laughs> 興味ある人は興味あるでしょうね。こう頑張れおいしいとか、うんえー、言いながらこう見てくれてる人もいるかもしれないですけども。えー、あのーはい ねこの事務所経営の話も出ましたけどもやっぱトム君といえばっていうことであのさっきねトーク画面にラックさんっていう方が不動産とお金の話とか今日はあるのかなみたいなメッセージが流れたんですけどもどうですかアニソン界の不動産をトムハック最近の不動産はさっくりとこれさびっくりするんだけどさガチなんですよ トム君の不動産はガチななんですなんか僕一個ちょっとこう信念があって、うん、投資とか不動産ってこのワードが結構日本人の方こう。 ちょっとだまされるんじゃないか俺みたいなのとかまたお金の話みたいなのがあってで今年かな去年か今年から義務教育的なものでそういう金融とかそういうものを導入されたんですよね確か。あそうそうそう小学生から株式のことをちゃんと学んでいきましょう投資のこと学んでいきましょうよということで銀行員の方が来てねみたいなそうですよ。 授業一コマやるるみたいいなのがあるらしいです、ねでそのまあ、海外でいうと自分の資産があったら45くらいがみんな投資に実はは回してると他の国もうデータで出てるんですけどやっぱ日本ってそれはあんまりないなっていうのがあって、はい、なんかそこを別に怪しくもないしたら騙されたりもするんで自分で勉強しなくちゃいけないってなるんですけどそこをこうキャッチーにしていくのって結構表に立つ人が本当にやってる人がそう言っていったら意外とこう日本全体がこう,うまい具合にこうね いろんなことが今バランスありますんでそうなったらいいなみたいな思いもありつつなんですけどただ今海外ちょっとアジアの方で今年ですね不動産バブル崩壊した国があってあるんですよ実際にもうバブル崩壊したと言われててどこどこ ?K−POP のあそうなんですでこれ大体経済論でいうと23年後に追いかけるって言われてるんですその歴史が。 日本があ韓国のそうそう今までそうってへえだから23年後に分かんないですよでも本当にどうなるかは全く分かんないんだけどそういうことを言ってる経済の方も結構最近増えてきてへえじゃあどうなの今買い時かどうかで言うともうあれですからバブルの後に今一番高いんでマンションとかもだからまあバブルになってるんですけどねなるほどそかさオリンピックまで終わるまで待とうよって 不動産はみたいな流れもあったじゃんこれは偽りだったのいやじゃあそうじゃなくてオリンピックで土地の価格が上がるっていうのはないんですよあそうなのだってあれオリンピックあってもなくても上がり方変わらなかったんで結局ねうんそうバ担をでけてみたらってことでそうなんですなんででもそれはもうねオリンピック始まる前から言われてて別にそれも上がり続けるよねって言われてたっていうへえもうあってじゃあなんかその え、土地バブルっていうんですか、そういうのって、うん、まあ、不動産。不動産バブルが崩壊する可能性もあるよっていうこと。<laughs> あと、来年、その金融系のお偉いさんも、ちょっとこう、人気を終えるんじゃないかっていうお話もあってです、ね。そうです日銀の黒田総裁が、ね。そうなんですで、まあ、金利とかが、大体そのバブルの時って、関係して、多大に関ん。 関係すするのででまあそうですね今は超低金利施策をされてるので,で,、ねでね、まあ4月までですか人気は、えー、なんで5月以降、えー、その新任の総裁がどうこうじ取りをするかみたいなのはなまあ日本のみならず、えー、世界の投資家が注目しているところですけどもそうで,すでもなんか話によると、うん、昔起きたあのバブルの時にも、うんうん 結構逃,げ逃げまくった人いっぱいいるらしくて要するにううやばいやばいと思って、うん、持ってた不動産を売るとか逃げ方がいろいろあって、うん、ちゃんとそれ分かってる人は事故らなかったらしいんですよね、はい、その当時の50代くらいの銀行員さんとか何危険察知をしてる人っていうことそう、うん、あなんかそろそろやばいなと思ってパッと話すみたいなそれは別にそれを思うと、うん、まあまあ今ギリギリのタイミングなんじゃないかなっていう感じはでも分かんないですよこれま,だまた上がるかもしれないし<ー>下がるかもしれないしそうです、ね、誰も分かんないんですけどねこれって。 あれトム・ハックさんですか、ね、<laughs> <laughs> えっと、トム・ハックさんです。<laughs> っていうね。なるほどね。さあ、ええいろんなお話をお伺いしてきましたけども、トム君からお知らせがあるということ。はい。えっといくつかあるんですけども、えっと今ね、ちょうど放送中のミスアンドロイドの新曲エンドレスエンブリスが好評発売中になっております。これ何のエンディングテーマだっけ？えっとメイドインアビスのですね。熱日の黄金郷のエンディングテーマ。メイドインアビス。今大人気ですよね。はい。本当にあの好評いただいておりまして、ぜひよろしくお願いいたします。はい。はい。で、もう一つ毎月生配信を行っている番組トムハッコン 音楽大学というもののがございましてこれ初のリアルイベントを開催うほんと今週なんですけども「うん、ハイパーミックス門前仲町」になっておりますもう駅降りたらもうすぐ目の前にあるようなところなんですけども<ー>昼夜でそれぞれ違うテーマで、えー、2回公演を行おうかなと思っておりまして昼はですね今えちょうど言ったテレビアニメ「メイド・イン・アビス」「列日の黄金鏡を」を こうピッックアップしてですね、はい、あのテーマ曲ないしこう劇版ですね、うん、後ろで流れている BGM を解剖していきましょうという、うん、イベントになっておりましてゲストが、えー、とメイド・イン・アビスの音楽を全て担当しているケビン・ペンキンさんが来日されるということで、えー、あの来ていただきましてその場でこうマックとかも、ね、持ってきていただいてどういう制作をしているのかということをあの見,て見せていこうかなと思っております、うん、で夜に関しては、えー、アニメ「オーバーロード4の音楽はこうして生まれた」というテーマでですねゲストもう今目の前にいます大石さん に来てていただきましてありがとうございます。で、あと角川の音楽プロデューサーの若林さんにも来ていただきましてすごいね若林さん表に出るのそうなんで結構初めてぐらいレベルなんじゃないですかね、うん、僕たちがこう角川さんでタイアップするときにはあのー、本当にずっと一緒にやらせていただいて分かりやすく言うとカタカナ大石正義を作った人ですねそうですね君じゃなきゃだめみたいっていう役のプロデューサーもしていただいてたんでもうゲストに呼んで夜の部はやろうと思ってますので、うん、昼夜、えー、9月24日土曜日どちらも、えー、何とぞよろしくお願いいたしますツイッターとかでもね、あのー チケットの情報などありますのでぜひ見てみてください、ツイッターなど。で、もう一つ最後なんですが、11月の5日土曜日、ミスアンドロイドのワンマンライブが決定しました、なかなかね、国内でワンマンライブっていうこと、今まで僕たちやってなくて、有観客では初めてレベルの、6年ぶりという感じなんですけど、本当にもう初めてレベルで、有観客でライブをさせていただくと、場所が大会もユニット、で時間が開演が18時から始まるでチケットは5500円、ドリンク代別となるほど。 ぜひぜひミス・アンドロイドなかなか凝った演出もするということでこれからリハも始まっていくんですけどもぜひ来ていただけたらなと思っておりますなんかねミス・アンドロイドは結構アートワークもすごくね凝ってるイメージもありますしステージも楽しみですねでうメイドンヤビスゲームが最近すごい話題なんですよあらんか配信者さんとかがこぞってメイドンヤビスのゲームやってたりとかしてあ 話題なななんんだ思いがら見てるですごく面もいですからね。あそうですねそもそもなんかシナリオにシーンがあるというかすごい素晴らしいのでまあその音楽を彩ってるのはトム君とそしてケビン・ペンキンさんだったりするのでねぜひともあのトムハック音楽大学昼も夜も訪れていただければというふうに思います。 いやー楽しかったねーいやーなんかでもすぐですけどねで,でも大下のこのやんたにこうお呼びいただきまして本当になんかこう心のこうつっかいがなくなった,たなつっかい何今までつっかえ, <laughs> ずっとっかえたれなもやもやしてたんやそうなるなと思ってということでトもくんの出演はここまでとなりますありがとうございました、はい、ありがとうございましたそれではここでわれわれトの楽曲をお届けしたいと思いますテレビアニメ「オーバーロード4」オープニング主題歌「ホロウ o w h ー,ハンガー、うん さあそんなこんなでお別れのお時間でございます、えー、次回の収録は9月の26日月曜日夜ラジオトークで生配信しながら収録いたします詳しい時間等々は番組ツイッターからお知らせいたします、えー、とにもかくにもですね、えー、9月19日に20周年を迎えたサウンドスケジュールのライブワンマンライブが久々に10月1日ナンバー8で行われますので ぜひ皆さんこぞって遊びに来ていただければなというふうに思います。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。